スクマゼリーと相性抜群、粉雪味クッキーを新ステージで使っていきます。粉雪味クッキーは、アイスクマゼリーに特化した性能となっているので、アイスクマゼリーが多い新ステージで、スコアがどれくらい出るのか楽しみですね。ではまずは、どういうところがアイスクマゼリーと相性いいのかも含めて、粉雪味コンビの能力についてお話ししていくんだぜ。それで、粉雪味クッキーの能力ですが、実はクッキー能力自体には、アイスクマと相性いい部分は特になくて、至って普通の、一定時間ごとに能力発動するよくあるタイプのものとなってます。ただし、一つだけ特殊な点があって、粉雪味はクッキーの頭上のゲージが、青と緑の2種類に分かれてるんですが、時間経過で溜まるのは青ゲージの方で、青ゲージが発動して雪の結晶のようなゼリーが大量に生成されると、それをストップすることで緑ゲージが溜まっていきます。それで緑ゲージが溜まると、他のクッキーのような感じの能力が発動するんだけど、結局は、青ゲージ溜まってゼリー生成して緑ゲージ溜まって、っていう流れも、ある程度決まった時間で勝手になってるから。なんというか、プレイヤーの技術が介入する余地は特にない気もするので、あまり気にしなくていい部分ではあります。そんな感じで、緑ゲージのクッキー能力が発動し終わると、体力が10ほど回復します。それで、続いてはペット能力だけど、粉雪味はペット能力が強力なんだぜ。粉雪ペットは、一定時間ごとにアイスクマゼリーパーキと回復効果のある、ポーションを生成するんですが、それとは別で、ステージ上のすべてのクマゼリーパーケアイテムを、アイスクマゼリーパーケに変換する常時発動能力も持ってます。つまり、黄色クマゼリーパーケや、ピンククマゼリーパーケが、アイスクマゼリーパーケに置き換わるんだぜ。アイスクマは単純に黄色ピンクに比べてスコアが高いですし、色が統一されることでアイスクマ特化の宝物である、雪だるまも使いやすくなります。そんな唯一無二の性能を持ってて、このペットすごく強いんですよね。まあ今回の新ステは最初からアイスクマゼリーパーケしかないっぽいから、あまり恩恵はないんだぜ。でも、アイスクマゼリーパーケ効果を持つ、回復ポーションを生成するのも、今回みたいなステージだと強くて、ステージにもともとアイスクマが多い都合上、編成に、アイスクマを一定個数取るごとにスコア生成する雪だるまを入れるわけですが、アイスクマゼリーパーケを生成することで、ステージ上の通常ゼリーをアイスクマに変換できて、アイスクマの総数が増えるから、雪だるまもさらに能力発動できるようになって、強いんだぜ。普通のステージだと、雪だるまも入れられないので、通常ゼリーのスコアがアイスクマゼリーのスコアになる分の恩恵しかないですが、ステージ自体にアイスクマが多い場合だと、そういう恩恵も受けられるようになります。また、雪だるまは粉雪のコンビ宝物となっていて、一緒に使うとアイスクマのスコアがアップするバフが発生するので、その辺でもアイスクマと相性がいいんだぜ。そんなわけで、粉雪コンビはアイスクマ特化性能なんですよね。ただ、ペットがクマゼリーパーケアイテムと、回復効果のあるポーション生成するコンビは、他にもいますが、クッキー自体は固定スコア生成だったり、特化性能を持ってるわけじゃないので、ハーブやロリポップとは経路が違うんだぜ。その2種はクッキー性能自体が、クマゼリー全般と相性が良くて、クッキー能力で固定スコアがない分、天井もなくて、イベントとかで上振れするとめっちゃ強いけど、粉雪や、他のシュークリームやランブータン、各チームは、クッキー能力が固定スコア生成だから上振れしにくくて、ペット能力だけが特化性能だから使いにくいんだぜ。何が言いたいかというと、特化性能を持つコンビではありますが、使いにくいので、ハーブやロリポップのようにおすすめはしない感じです。でも最近だと、粉雪ペットや、ランブータンペットが、イベントで使われてたりしたので、ペット単体での需要はあるのかな。それでも限定的すぎるから、そういう使えるイベント来た時に育てるくらいでいいと思うんだぜ。粉雪コンビについてはそんな感じです。おすすめしないとは言いましたが、粉雪コンビはストーリー進めるともらえたと思うので、育てておくといいと思います。ハイクッキーの中では最強で、他のクッキーと比べても強い方だから、リレーに雑に入れたりできるし。レベル上げると、脱出レベルの経験値も得られますからね。粉雪は環境派遣にもなったことがありますが、当時はハイクッキーなのに最強になっててびっくりしましたね。それで今回の編成は、バトン後はジャガイモにしてるんだぜ。ジャガイモ味はダッシュ持ちなので、タイミングが合うと、クマゼリーパーキ中の効果を広げられたりするので、そのコンボが決まると気持ちいいですし、単純にステージゼリー回収しやすいので、雪だるまとも相性がいいです。宝物は、必須っぽいエンジンと、ステージとも編成とも相性のいい雪だるまを入れて、残り1枠はランプにしてるんだぜ。ランプは一定距離ごとにスコアを生成する宝物ですが、一時停止するようなクッキー以外だと、無難で使いやすいですね。一応、ジャガイモでダッシュあるのでその辺で相性いいです。粉雪も能力中はちょっと速度アップしてたりするのかな。能力中に速度アップしてる子は割といますが、見ただけだといまいちわかりませんよね。昨日の動画のバトン前の子とかも、自分は速度アップしてると思ってますが、してないと言われればしてないような気もしてきます。絶対音感みたいな感じで、絶対速度感を持ってる人がいれば見ただけでわかると思うんだぜ。自分、車とか見てても速度いまいちわからないので、そういう能力が欲しいです。速さとか空間とか、そういうのを認識する能力がないんですよね。だからガンダムのパイロットにもなれないと思うんだぜ。ついでにそのせいで球技も苦手かもしれません。中学の体育の野球でも三振しかしてなかった気がします。自分の中で野球は運ゲーだったんだぜ。バットを振った時にそこにボールがあるかどうかですよね。なかったら空振りで、あればヒットです。そんなわけでアイスクマ特化の粉雪編成でした。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が参考になったと思う方は高評価お願いします。おつぶた様でした。のし。